ウミガメ、ウミガメ、ウミガメは、カメメウミガメ上下、ウミガメ上下、チェラニーイデアに分類される構成種の総称。原生種は2か6属7種が知られる。熱帯、亜熱帯を中心に全世界の海洋に分布するが、南極海には分布しない。生活形態は種類によって異なり、姫ウミガメやタイマ米イのように沿岸からあまり離れないものと、 赤ウミガメやオサガメのように外洋を長距離に渡って、回遊するものとがいる。しかし白亜紀においては一部を除いて、外洋を回遊することはなく、各地で多種なようなウミガメが繁栄していた。獅子は上下に平たく、特に前足は長大である。泳ぐ時は前足を貝のように使って、水をかき、後ろ足で舵を取る。海中を羽ばたくように泳ぐ姿は優雅にも見えるが、 敵から逃げる際などは、かなりの速度で泳ぐ。甲は、上下に平たく、後方に向かってすぼむ、水滴系、もしくはハート型をしている。甲の表面は大多数の亀と、同様堅固な甲板に覆われるが、オサガメは、甲板がない。亀としては大型で、小型種のヒメウミガメでも生態になれば、甲長60センチメートルを超える。最大種オサガメは、校長2メートルに達し、 ウミガメ上下のみならず原生カメ類の最大種でもある。活石種では中世代白亜紀の地層に生息したアーケロン、アーカロンー p p 新世代主シシンヨのエオスファルギスなど、高長2メートルを超すものが多数生息していた。食道内側の上皮組織には、棘状の角質突起が胃の肩に向かって、水に並び、これにより潜水。 浮上して、胃の内外に急な気圧差が生じても、食物を逆流させず、家運び、食物の余分な水分を排出する働きがあると考えられている。基本的に生涯を海中で過ごしメスの産卵以外は、陸上に上がらない。肺呼吸をする爬虫類なので、たまに海面に上がって、息継ぎをする。祭事は、海中で行い、海藻、海面動物、クラゲ、 魚類、甲殻類などを食べる。食性は種類によって異なる。産卵の際、メスは砂浜に上陸し、潮が満ちてこないほどの高台に穴を掘って、ピンポン玉ほどの大きさの卵を一度に100個ほど、産み落とす。産卵後、メスは、後ろ足で砂をかけて、卵を埋め、海へ戻る。砂の中に残された卵は2ヶ月ほどで孵化し、小亀は海へ旅立つ。 小さい子ガメは、ほとんどが、魚類や、ウミドリなどに捕食され、成長できるのはわずかである。また、砂浜から海に向かう最中も、ウミドリやカニ、フナムシなどに襲われる。これらの捕食動物は、沿岸部に多く生息しており、子ガメはその先にある外洋を目指す。そのための生理現象として、巣穴から脱出直後の子ガメには、フレンジーと呼ばれる特殊な興奮器があり、 小亀はおよそ丸一日寝ずに泳ぎ続けることができ。これは危険な沿岸部を素早く抜けるためのロケットエンジンのようなものであり、生きて外洋にたどり着くだけで生存率は大きく上がると言われている。外洋において、小亀は主にプランクトンを捕食し、体が大きくなり、プランクトンで栄養をまかなえなくなった段階で沿岸部に帰ってくると言われているが、外洋を 冬生活する子ガメを観察することは困難であり、どのような生活を送っているかは謎が多い。ウミガメは産卵の際、涙を流すと言われるが、これは類腺から体内に溜まった塩分を大排出しているのであり、正確には産卵中でなくとも、常に彼らは泣いている。眼球の背後には、眼球自体に匹敵する大きさまで肥大化した涙腺が存在し、 これにより、体内に取り込んだ余分な塩分を愚かし、常に体外に放出することで体内の塩分濃度を調節している。頭骨は、この肥大化した類腺を収めるために、眼科同士を隔てる骨の壁が退化し、失われている。1980年に、形態から、ウミガメ科を赤ウミガメ属とヒメウミガメ属で、赤ウミガメ赤、青ウミガメとタイマイ、大米。 平田ウミガメで青ウミガメやかに分割する説もあった。1996年に発表されたミトコンドリア DNA の分子解析では、青ウミガメが最も初期に分岐したと推定され、赤は否定されている。ウミガメとの関わりは古くから見られ、日本の童話中にも浦島太郎の説話があるように馴染み深い生き物である。人気怪獣のモデル、ガメラとして、 映画などに利用されている。日本における食用としてのウミガメの利用は、小笠原諸島における青ウミガメが最も有名である。1876年より日本領土となった小笠原諸島では、産業振興のために、青ウミガメ漁業が当時の農務省により奨励された。青ウミガメ漁業は現在も行われているが、漁獲量は当時に比べて、 種の保全を考えて上限が決められている。養殖も試みられている。沖縄県でも八重山地方を中心に一定の漁獲割り当てがあり、料理店で刺身や汁物、唐揚げなどで提供されている。食用以外では、大米の甲羅、別甲は、宝飾用や工芸品の素材として珍調されている。しかし、大米は現在著しく個体数が減少しており、 学術研究など特別な場合を除いて、本種を輸出入することは禁止されている。日本近海で、これまで記録があるウミガメは5種、ケンプヒメウミガメとヒラタウミガメを除くで、産卵の記録は3種のみである。ウミガメは、捕獲や生息環境の悪化などのために生息数が減少している。IUCN 国際自然保護連合が作成した2006年度版、レッドリストでは、以下のように分類されている。括弧内は分類された年を表す。平田ウミガメを除くすべてのウミガメは、IUCN のレッドリストにおいて、絶滅危惧種に指定されている。特に、オサガメ、タイマイ、ケンプヒメウミガメの3種は、絶滅寸前、CR。 クリティクリーインダンジャードとされ最も絶滅の危険が高くなっている2006年現在。また、ワシントン条約により、その多くについて国際取引が規制されている。日本は北太平洋唯一の赤海亀の産卵地であり、50年以上も前から市民活動によって産卵数のカウントが行われてきた。近年では、 NPO 法人日本ウミガメ協議会が提唱する統一標識を装着する活動が全国規模で行われている。海岸への自動車、特に大型 4WD 車の乗り入れ禁止など各地でウミガメの産卵地の保護が図られている。他にも漁業の網に絡まり窒息死する事態を防ぐ研究や砂浜の減少を防ぐ研究。 孵化直後の個体の体内での磁気コンパスの形成に与える人による悪影響の研究が期待されている。ウミガメにおける放流には二つの手法が存在する。問題になっているのは主に一つ目の孵化用体の放流である。これは自然下の砂浜に産み落とされた卵を移植、人口を孵化させ、地域住民や観光客の手によって子ガメを海に放すというもの。 小亀の脱出に関しては海鳥に捕食される映像がドキュメンタリーなどで有名だが放流会によって人が見守ることによってそれを阻止しようというものだ。しかし実際にこの手法によって放流された不可用体はほとんど概要にたどり着くことはないと言われている。理由として。これらの理由により国内においては日本海亀協議会等がやめよう。 小亀の放流会などと注意喚起を行っているが、いまだ夏になると、日本全国で不可用体の放流会が盛んに行われている。もう一つの放流の形式が、ヘッドスタートと呼ばれるもので、一年以上飼育しからだが、大きくなり、天敵に襲われにくくなった段階で放流するものだ。しかしこれも、海亀が生まれた砂浜の実機情報をどこで得ているのか。 確かなことは分かっておらず、効果が実証されているわけではない。1977年から1988年にかけて、メキシコ湾にて大規模なヘッドスタートが行われ11年間で22,507個の卵から15,857個の不可用体が生まれ、そのうち14,484個体が標識をつけて放流された。 そして2002年までに14個体による25回の産卵が確認されている。一応ヘッドスタート後にも産卵までこぎつけることはわかり、実際はもっと多くの個体が産卵に加わったという意見もあるが、効果が実証されたとはまだ言えない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。